皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も Days Gone 遊んでいきましょう。さあ前回ですね、大学から遠心分離機を持ち帰ったところで、今日もね、次のメインミッションに向かっていきましょう。今日のメインミッション、今こういう状況ですね。で、今日はやっぱりこれかな、前に進むしかなかった。セルセンサンドを越えて北にあるクローバーデル研究所へ行くというもの。多分これってサラのかつての職場だよね。行ってみようか。一緒に行く。まず奥さん。もうダメ、行き詰まりよ。手伝えることない。 DNA 合成機持ってたら別だけど。ああ、ならフォートクラマスの自動車部品店で見たような気がするが。そんなところにないわ。またからかってるのね。本当に心当たりがあるぞ。本当に？ああ、クローバーデールのラボだ。ああ、明暗ね。クローバーデールは山の向こうだけど。ああ、山なんて越えられるわけがない。山の越え方を知ってるのね。なら連れてって。それは命令か？ええ。じゃなくて、違う、そうじゃない。どっちなんだよ。わからない。連れてってくれるの？厚着しろよ。ねえ、ディーコン。おい、またありがとうって言うんじゃ。準備ができたら教えろ。どこかへ行くのか？大佐、大尉。はい、これから必要な機器の回収に行ってきます。なるほど。仕事はどうだ？ええ、校長よ。ディーコ、セントジョン5丁の助力で順調に進んでるわ。彼をつけてくれてありがとうございます。ウィーバー少尉の方も順調らしい。今週末には新たな兵器のテストを行うとか。私もすぐに準備できるわ。少尉、お前はどんな機材よりも貴重なんだ。機械は買いが利くが、お前は利かない。大佐も知ってますよね。自分の身は自分で守れる。行ってこい、少尉。ではウィーバーの兵器を見てみたい。報告も兼ねてだ。本当にお前が言うほど知ってるんだ。最高か、山越え。なあ、嫌にならねえか。何が？上官への礼儀だの敬礼だの階級や軍服だって、今さら何の意味があるってんだよ。昔軍隊に入ってたんでしょ。それとは別だ。なんで？さあな、昔はもっと人がいた。だから軍隊があるのはまだわかる。今の方が意味があると思う。そうか？世界はこんなにひどい状況なのよ。秩序や規律を守ろうとしなきゃどんどん壊れる。これまでたくさんのキャンプを見てきたが、大佐なんかがいなくてもみんなうまくやってたぞ。ディーコンが軍服や階級に意味がないとか言うとはね。どうしてだ？モーターサイクルクラブに似てると思って。だってロードキャプテンとか階級があって、お揃いのパッチとかタトゥーとかも軍服みたいなもんでしょ。揃ってバイクに乗るときは軍隊みたいだったし、まあ軍隊にしては派手だったけど。言われてみりゃまあ確かにそうかもな。キャンプに来た時、クラブのジャケットじゃなくて驚いたわ。ずっとあれを着続けるのかと思ってた。世界の終わりでもね。ああ、大佐に掛け合って特別にあれを制服にしてもらうか。そうしたらどこ行くの？ダイヤモンドレイクだ。セルセン山の西の麓に沿って進める道があるから、そこを通る。わかった。あれ、山から来た時もあった？あの時はそこに配属されてた奴らが熊に襲われててな。え、何？熊？人いるよ。おい、お前ら、エンジンを切れ。引き返してもらおうか。ここから先は誰も。誰も何なの？伍長。あ、少尉とは気づかなくて。大佐の命令で無断外出者がいれば必ず止めろと。私が離隊するとでも？いや、なら道を開けなさい。伍長、何をグズグズしてるの。さっさと道を開けなさい。あ、はい、すみません。まったく。報告はしておきますよ。勝手にしなさい。ちょっとまずいかもな。何が？あいつ報告するって言ってたが、マシューが怒んじゃねえか。大佐が怒るのは士官に対して尊大な態度を取る兵士よ。一応さっき評価もらったよ。大丈夫じゃない？あ、すごい。どうした？いや、ただここからの眺めがすごすぎて。そうだな、俺は全然気づかなかったな。どこも同じに見える。どうしてこんなに綺麗なのに。まあ、また朝が拝めてよかったんじゃねえか。あなたも一日中顕微鏡を覗いてたらもっと感動するわよ。感動はしてるさ。生きて夜明けを迎えられるってのは死ぬよりマシだからな。正直に言うとね、私も新しい一日に希望を持てないことがあったの。ああ、わかるよ。そんな時でもなぜ前に進めたの？ああ、どうしてかな。ただ単に諦めが悪かっただけかもな。何かあったでしょ？俺は一度諦めたんだ。でもその後ブーザーが腕を失って、あいつを見殺しにするわけにはいかないだろう。生きる理由なんて一つもないのに、それでも必死に生きるブーザーを見て、あいつをがっかりさせたくないって思った。だから前に進むしかなかったんだ。そうしてるうちにサラが生きてるってことを知って、その時本気で自分を殺してやりたいって思ったんだ。何言ってんの。本当だって。でもサラが俺の指輪を持ってるって思い出して、諦められないって思った。指輪を取り返すまではな、結局ダメだったが。バカね。だろ？でもこれから状況は良くなる。そうか。そう、私たちはこの戦いに絶対勝つの。それ自分に言い聞かせてんのか。胸を全員倒すのかできるかな。そろそろ着く頃じゃない？ああ、もうすぐセルセントンネルだ。これですね。リッパーいないかな。大丈夫か。道開けんのを手伝ってくれ。ひどい。ありゃ警告だ。リッパーどもの仕業だな。何？リッパー、イカれたカルト集団だ。自分たちの体に傷つけてフリーカーを崇拝してた。でまあ奴らの教えを拒むとこうなるわけだ。信じられない。もういないぞ。さ、手伝ってくれ。ええ。いや、リッパー残党普通にいますよ。さっきいたもん。さあ、まずこれを押して、道を作ろう。どう？で、バイクなのか。よし。さあ、これで再出発。ここね、そう、うねつくんだな。これはかなり狭いぞ。まったく。これじゃ車の運転はとても無理ね。ここはまだマシな方だぞ。ブーザーとオールドベルナップにあるトンネルをよく通ってたんだが、あそこはネロの検問所があったせいで2キロくらい車が渋滞してた。フリーカーにとって格好の餌食だ。むごい話ね。まあそんな死に方嫌だよな。さあ、だいぶ久しぶりの北マップ戻ってきたね。ここ見覚えあるわ。ああ、もうすぐそこだ。さあ、ここです。嘘みたい。またここに来るとはね。と、まだ電気が通ってるみたいだな。ええ、それはそうでしょうね。屋上にソーラーパネルがあるから原子力発電機があるって噂も聞いたことあるけど見たことないわ。それじゃあどうやって中に入るんだ？まあ見てて。電気は通ってるんでしょ。サラ・アイリーン・ウィテカ ID2007-659。 こんにちは、サラ・アイリーン・ウィテカ。クローバーデール研究所にお帰りなさいませ。最終ログインから751日が経過しています。お待ちください。俺が覚えてるよりもハイテクだったんだな。そうでもない。アイリに知性はないの。高性能アプリみたいなものよ。アイリ？人工知能応答インターフェースのアイリ。はっ、嘘でしょ。どうした？ちょっとこれなんだこりゃ。食べ物がこんなに。サラ、どうして？これってこんなものが灌漑システムよ。自動化されてるの。電力がある限り勝手に育ち続けるわ。おい、すげえな。全部揃ってるじゃないか。ここには食料、水、電気、バカでかいフェンスまで。驚いたな。誰も住み着いてないとは。電気が通ってるからでしょ。8000ボルトの電流がここを守り続けてたのよ。ねえ来て。感染してた。だからあんなに攻撃的なのよ。それは厄介だな。静かに動けば大丈夫だと思う。行こう。ええ。一体何があったんだ。さあね。なんだ。サラ、これはここの職員だよな。知り合いか。ええ。知り合いよ。さあ行きましょう。あいつらは逃げようとして誰かに殺されたのか。そうね、そうみたい。じゃあ撃ったやつもここを封鎖してただ出てったってのか。私だってわからないわ。誰か撃ったのか。警備員かな。こっからウイルスが漏れた。サラ・アイリーン・ウィテカ ID2007-659。 うっそ、開かない。こっちのも試しましょう。なんだろう、電気は来てんだけど開かない。なんでそのアイリーだけなんでそいつは正面ゲート以外使えないんだよ。まだ使えるだけでも驚きよ。 IT 化の人たちがアイリはいつもダウンするって愚痴ってたし、今はメンテナンスもないのに2年も作動してたなんて。怪しいね。動かしてる人がいるのか、内部に。さあ、この辺り。なんでよ、どうして承認されないの？なあ、サラ、ここには誰も入れないって言ってたよな。ええ、なんで？もう中にいるのかも。信じられない。きっとそうよ、締め出されてるんだわ。ねえ、中に入れて。襲いに来たんじゃないし、すぐに出ていくから。聞こえてるんでしょ？なあ、他に入る方法は？ええ、考えがある。こっちよ。これ結構危ないんじゃないの？非常口から入れるわ。非常口。そこも封鎖してるだろう。そもそも封鎖されたんじゃなくて、ただのバグかも。それに非常口は封鎖できないの。ここの安全規約で決まってるのよ。うん、とりあえず行ってみるか。ひたすら何もろこし食ってんのこの人。トウモロコシ。ほら、あった。あとはあそこに登る方法を探して。おい、待て。ああ、今金具を壊す。よし、見事ね。やったことあるの？監視カメラ、これもやっとく。ああ、何度か。行こう、こっち。で、一応一発回復する。包帯。なあ、俺が先に入るべきだと思うんだ。駐車場で何があったのかはわからないけど、誰かがあのフェンスを越えて入ったとは思えないから、中にいるのは知り合いよ。もしジムがいるなら入れてくれるわ。ジムだって？あの警備員のジムか。お前を迎えに行ったあの時、俺を撃とうとしたやつだろ。それは昔の話じゃない。あれからいろいろ変わったわ。ああ、悪い方にな。サラ・アイリーン・ウィテカ、 ID20076596。こんにちは、サラ・アイリーン・ウィテカー。クローバーデール研究所にお帰りなさいませ。最終ログインから7分が経過しています。お待ちください。ねえ、言ったでしょ。他のドアは壊れてたのよ。いい？そんな、嘘でしょ。全言撤回か。この世界では誰も信用するな。最悪を想定しておけ。これで納得したわ。ここから俺を援護して、誰かなんとか奴らの注意をそらすんだ。野党なのか。いや、なんかね、警備員っぽいな、これ。セキュリティか、ここの。ねえ、余裕があったらあのスピーカーも打ち抜いてよ。うるさくてイライラするわ。よし、制服着てる。待って、スピーカーね。よし、弾薬欲しいな。どっかにないか。これ何、警備員ずーっとここで生活してんの？いいぞ。今行く。さあ、増援だ。いやー、これなんか悲しいね。せっかく生存者いたのに。死ぬのか彼ら。殺すしかない。よし、物資。医療キット、持てない。弾薬ないかな、どっかに。ないか。そっち、待って。よし。弾薬大事。他ないかな。ここに、灯油。これ、振るね。行こうか。いいぞ。今、武器の使用が許可されています。警告、施設への侵入者に対し、階段を上がって連絡ツールを使うわ。また来たな。あ、近い。だいぶ近い。さあ、ここは超能力。よし。通報しました。まもなく到着します。抵抗しなければ危害は加えません。まあ、どっちかというと自分すごい殺してんだけど。どう？警報レベル4が発動。ロックされてる。サラ・アイリーン・ウィテカー、ID20076596。サラ・アイリーン・ウィテカー、施設への侵入を確認。クローバーデールを封鎖しました。繰り返します。無効化して、ID2007-659 無効化。セキュリティプロトコルアルファ761を無効化しました。まったくしつこいわね。内部ではまだ ID が使える。行くわよ。今度は俺が先に行く。ダメ、今度は同時に行きましょう。さあこのあそこにいます。これもう和解できないわな。こんな殺したら15名ほど。屋上にスナイパーがいる。どこだ。いるな。どっちどっち。こいつか。よし。でスピーカーを待って待ってぶっ壊し。もっと来た。どっちだ。そっちか。はい。あとは大丈夫。行くのか。そこにいる一人。棒立ちマン。サラ・アイリーン・ウィテカ ID2007-659 セキュリティを無効化してアナウンスを止めて。よしいいか。ええ。さあこいつはもうこれやっちゃっていいの。待て。あエイムがなんだ。ま予想通りの展開だな。今ので違うんだ。敵じゃないんだ。そう勝手にエイムがそれた。確認しないと。ああだな。ここは大丈夫。何もない。ここに何かあるよ。メモ。極秘のウイルス研究。これ見とこうか。バイオハザードっぽくなってきたね。さあこれか。観光28番目極秘のウイルス研究。アイアンビュートで見つけたウイルスサンプルの進化に関するメモ。クローバーデルの潜入工作員が送ったもの。潜入工作員がいたんだ。でその他読んでいける。これちょっとすいません長いんでね、しっかり読みたい方は一時停止して読んでいってくださると嬉しいです。これ IPCA 内部の情報源から我々のところに送られてきたものだ。主な関連エージェントであるローガン、シン、リパンについては調べてはみたが、彼ら全員のファイルが機密扱いで俺の権限じゃアクセスできない。かろうじてムジャリという研究員の居場所は突き止めたが、どうにも口の固い男でな。あとペルーの遺棄としてケムシンス・ボタニカルズってところから入手した植物サンプル。これはなかなか興味深い。欲しいならそっちに送るから連絡をくれ、マルク。マルク、そいつがスパイか。ここもだ。で、何、ジムがいんの？ここなのか。頼む。うん、そっち行くの？よし、問題ない。アトリウムにいるみたいね。あとパソコンね。あの時の写真か。サラ、俺の嫁。これ見とこう。多分サラの写真。これか、キャラクター30番。これ何年前だろう。感染よりさらに前だもんね。3年前、4年前ぐらい。でしょうか。推しと弾薬。こいつは前。これもらい。さあこのジムなのかいるのか。試してみる。サラ・アイリーン・ウィテカ ID2007-659 セキュリティを無効化してアナウンスを止めて。アクセスが拒否されました。サラ・アイリーン・ウィテカのセキュリティ権限は無効です。 IT 管理者にお問い合わせください。嘘でしょ。ぶち破ればよくない？どっちみち正面から入るのは危ない。ドアを開けた途端に銃で狙われるのがオチさ。となるとこっちか。他に作戦でも？それはそうだな。ここからあの屋上に行けるか。こっちよ。どっちだ？こっちか。外に足場がある。エアコン室外機から屋上に行けるわ。こうね。これバレるだろう。いいか、上に着いたら適当に撃って奴らの注意を引きつけてくれ。その間に俺はこのドアから入って奴らを不意打ちする。こっち大丈夫ね。なんだこのドアはロックされてる。くそ。大丈夫、考えがある。なんだ何すんの。どこ行くの。センサーに手を置いて。何してんだ。やったあいつら管理者コードのことは忘れてたみたい。ここなら臨時のアクセスコードを発行できる。いい ID を言うわよ。えああフルネームと ID5429-009 いい。ああ5429-009 合ってるか。ええ合ってる。ザルだなこれ。忘れてたんかうっかりさん。そのせいでみんな死ぬぞ。さあ次は上に送る。こっちだねえ持ち上げてくれる。よし待て。いい。ああいけるか。よしさあこれで自分こっち。いいか無茶はするなよ。そうだな行け。よし行きましょう。コードを使ってアトリウムに入る。コードおいこれ使えんぞ。コード自分よそこにいるんでしょ。開かないんですけど。よしディーコン D セントジョン ID5429-009 おはようございます。ディーコン D セントジョングローバーデール研究所へようこそ。早く初めてのログインです。何だそれ。いいから音声機能無効か。よしまずこいつ援護する。あとはこいつだ。よしラスト。他にあいつか。あこれ勝てんだこいつ。そこにいる。よしな誰リューンって言ったけどあとね奥にあ下か下と奥だ。よしこれで全員かな。はい今ので終わりだ。よし待ってろ連れてきてやる。でここに一人。これジムだろう。手を挙げろ撃つな壊される。撃たないで彼は必要よ。いいから手を挙げろ。分かった言うこと聞くからよし動くな丸腰だ。さっきのは自己防衛だ。黙れ。外で死んでる人たちだけどあなたが撃ち殺したんでしょ。一体何のことだ。あの人たちは何をしようとしてたの。家族をここに連れてこようとしてたとか。だから殺したの。余計なリスクは負えなかった。立って待ってくれ。無理だやめてくれ。ジム3まで数えるわ。やめろって1何も分かってない2頼むからやめろ3さっさとドアを開けなさい。分かったやれよ。何をしてるか分かってるのか。ええジムちゃんと分かってるから。殺す必要はない。頼む。ごめんなさい。余計なリスクは負えない。さあ、早く終わらせましょう。何の話だ。私のせいだ。どういうことだ。あの時気づくべきだった。グレープルートとかいろんな植物をこの中で育ててたのに、いきなり全部変わった。ラボが封鎖されて権限も取り上げられて。デイビッドが言ってたのに、何かがおかしいって。落ち着け。デイビッドってのはデイビッド・ゴーマン、このラボのインターンだった。私、彼に言ったの。ここは最先端の製薬研究所なんだからって。何十億ドルもかかってる研究を潰す気かって。彼は聞かなかった。システムをハッキングして侵入したの。これが機密プロジェクトだとかなんとか、意味不明なことを言い出して。機密プロジェクト。正義の味方にでもなったつもりだったのよ。このことを世間に全部暴露するって聞かなくて、悪の帝国を暴いたデイビッド・ゴーマン、世界を救うってね。私、彼の話をまともに聞かなかった。考えすぎだって言ったの。きっとラボに侵入してここで極秘に作られてた何かのサンプルを盗んでったんだわ。よくわからない。どういうことだ。しばらくしてから私も気づいたの。刺されたあの日、フェアウェルにあるクローバーデールの事務所に行ってデイビッドを探したんだけど、もういなかった。2週間も前からね。ちょうどその頃、ポートランドで大きなカンファレンスがあったの。デイビッドはそこで記者に会ったのよ。その時感染してたのに気づいてなかったんだわ。まさか。そしてその2日後にはカンファレンスの出席者は全員感染してて、そのまま飛行機に乗って帰っていったのよ。翌週には25億人が死んでた。それはサラのせいなんかじゃない。そんなの止められるはずがないだろ。これは私の研究が関わってたのよ。こうなったのは私のせいなの。あいつらに利用されてた。なあ、おい、ちょっと待ってくれ。何？そのフェンスの電流はどうやって消すんだ？ああ、温室の横の建物に中継機があるけど、なんで？ああ、いや、ここには大量の食料があるし、ブーザーとリッキーに、というかロストレイクキャンプに知らせようかと。それ一人で詰めるか。やっとくわ。よし、じゃあ行ってくる。分かった。さあ次、フェンスの電流を止める。余計なリスク。やっぱりね、ここから全部始まったんだ。クローバーデル、まさにバイオハザード。アンブレラ。よし、あの建物だな、間違いない。あとね、すぐあるんだな、多分。またカラスか。くそ。さて、どこでしょう。ショイボルト、すぐ焼き張る。これか、一つ目。あとは燃えろ鳥ども。この辺りあった。よし、他にはもうないの。あとはドアを開けて。さあ、万能ナイフこじ開けて。こんな感じ。うまくいった。こいつか。これでよし。で、次バイクに戻る。いやでも本作ね、やっぱりストーリー展開うまいですね。じわじわと進行していく。ああ、ブーザー、ディーコンだ。応答しろ。ロストレイクキャンプ、誰かいるか？ディークなのか？ああ、俺だ。元気そうで何よりだ。そっちもな、時間がないから手短に話すぞ。サラが昔勤めてたアイアンビュートの近くにある研究所だが、場所は覚えてるよな。いいか、そこに食料がある。大量にな。リッキーとアイアンマイクに伝えて人を送るんだ。まだってことはサラを見つけたのか？ああ、見つけたよ。サラは生きてた。おいよかったらディーク、いつロストレイクに連れてくるんだ？いや、今説明してる時間はない。ディーク、なんだ？サラに伝えてくれ。気をつけろってな。いいかブーザー。おいブーザー、ロストレイクキャンプ応答しろ。ああくそ。あ、こちらロストレイク。リッキー、よかった、聞いてくれ。ああ、俺だ。知らせたいことがある。もうあれっきりかと思ってた。戻らないって聞いてたし。ああ、今は時間がないんだ。聞いてくれ。見つかったの？見つかった。リッキー。よかったね、ディーコ。あんたが言った通り、彼女も生きてたんだ。ディーコ？ああ、手短に話す。農場を見つけた。フェンスに囲まれて電力もある。農場ね。ここには、場所はブーザーに聞け。サラが働いてたアイアンビュートの施設だ。とにかくここに来れば大量の食料がある。分かった。ブーザーは元気か？ああ、元気元気。アイアンマイクから警備を任されてたよ。本当か。それはよかった。あいつに一言。やっぱもう切るぞ、リッキー。じゃあね。いや、また。もう一つ言うことがある。前にろうそくの話をしてたろ。あれ正しかった。知ってる。じゃあまたね。ああ、またな。セントジョン・クーリだ。どこにいる？お前がセルセンさんの検問所を通過したと報告があった。ああ、タイ。今アイアンビュートの研究施設に来てるんだ。そのサラ、いやウィテカー少尉がどうしても必要な実験機材があって、それがここでしか手に入らない。少尉が応答しない。大佐が気にしていたぞ。これから戻ると大佐に言ってくれ。大佐が話したいと。すまないタイ、なんだか今から戻る。じゃあな。出た。無線の調子が悪い戦法。さあどうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦こだわりにして、で、次回ですね、メインミッション、余計なリスク、この続きから攻略していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回Days Goneでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。